今日は寒い中ですね、昨日の雨はもう上がったからいいんですけども、本当に寒くなりました。今日はですね、第1回目のドリスの里収穫祭ということでですね、講演をかけましたところ、本当にもうたくさんおいでくださいましてありがとうございます。この会をですね、収穫祭を 計画というか、一番最初に言われたのが、福岡の作詞の先生の軽船のぞみ先生です。そちらにいらっしゃいますけれども、吉野さん、なんか、せんねえと、ずっと前から言ってありまして、先生も何回もですね、足を運んで、市役所の方に行ったり、いろいろですね、補助金なんかのお手伝いをですね、本当していただきました。ありがとうございます。 その先生のおかげでこれが成り立ちました。もう私もね、ちょっともう10日以上準備にかかりましたけれども、こんな狭いところでね、こんなにたくさん来ていただいて本当に嬉しいです。素晴らしい、ドリスの子守唄というのが6年前にできておりますけれども、6年前ですよね、渡辺弥生さん本人さんがね、お見えです。 こちらですね、福岡の南区に住まいです。この歌が全国のカラオケの、何て言いますか、通信カラオケのダムとジョイサウンド全部入っています。それで近々ですね、ほろ酔い酒場も入る予定だそうです。今日は2曲ね、歌っていただきます。 来賓の挨拶をしてくれということでですね、大変先生でございますが、高いところから失礼いたします。本日は平家のですね、武士が住み着いたと言われるこのトリス、歴史あるトリスでございます。そこでですね、トリスの里、秋の収穫祭というのがこのように多くの方お集まりの中、盛会に開催されますことを、皆さんと共にですね、心からお祝いをお喜びを申し上げたいと思います。本当誠におめでとうございます。 おさめ中ね、皆さん本当に今日お集まりいただきましてありがとうございます。私はご紹介いただきました、カラフネのぞみでございます。吉原出身代表様におかれましてはですね、実行委員会を組織され、今日のですね、刀を準備をしていただきました。本当にご苦労様です。 私はね、本当にびっくりしました。本当にお集まりいただけるとは思わなかったですね。今、三重先生からもお話がございましたけども、トリスというのは実は深い歴史がございます。それは後で講師の先生にお話をいただくといたしましても、ただいまではですね、ちょっと寂しいですね。バスも通っておりません。コンビニもないんです。どうです？ 寂しいですね。でもこのまま放っておきますとですね、限界集落ということになりかねません。こうして皆様お集まりいただいたのでね、一つ今日は盛大に盛り上げていただきまして、来年再来年また10年100年と続けたいと思いますので、近所の方にですね、そういうお話をしていただきたいと思いますが、 実は今からが味噌でございます。それではですね、ただいまから鳥栖の村おこしを宣言します。鳥栖の村おこしです。よろしくお願いします。周一様と奥様の京子様に、鳥栖育ちですかね。 ではありませんけれども、ちょっと歌詞を書いておりますからね。鳥栖の小山に手を伸ぶも、寄り添い生きた星月夜。 冬の方だ。
日本の男ですね。あなた日本の男ね、頑張ってください。